トギモチセカンドです。ちょっとね、前髪切りすぎて これでメインも撮ったのに大変なことになってますが、私ちょっと今日ね話したいことあったんだよ。私この前動画で一言言ったことが結構コメント欄でそれ読み方違いますよになってたから、昔からこれみんなよく言うよなのやつ、ちょっとこれについて話したいんだけど、一旦ちょっとこれ食べるもの紹介して食べてから話します。はい、韓国のコンビニで買った192ギョッて、まあなんか層みたいな192層のバサウユクリームパイ。バサってサクサクのことですね。だからサクサクのクリームパイを食べたいと思います。牛乳クリーム、コロネでもないよな。アラ砂糖みたいなのがしっかりかかって生クリーム入ってます。美味しそうだね。わ、これ砂糖がすごい。サクサクではない、でも美味しい。生クリームがね結構こってりなんか固めで濃厚。本当に牛乳強めだわ。アラ砂糖がすごいついてる。なんだろうね、この192層の192に意味があるのかな。もしくはさ、本当に192、いや192もないぜサクサクかって言うとそうじゃないけど、おいしい。192層でもサクサクでもないけど美味しかった。まあ牛乳クリームが濃厚で良かったんだと思います。ちょっとしたデザートにさ、これ帰りに買うのとかありだね。なんかこれ系のさ、パイ生地とかパン生地、冷蔵のパイ生地パン生地って大体美味しくなかったりするんですよね。今まで韓国で出会ったもの結構外れあったけど、これ美味しかったです。はい、ぜひおすすめです。ということで、ちょっといいですか、もうこれは早々に。私動画、何の動画だったっけ、シュガーバタートーストの動画で、途中なんか喋りながらでいつも食べるんですけど、喋ってる時にね、私が昨日版って言ったんですよ。わかります？昨日版。これをコメント欄で、昨日版？あれは昨晩って読むんですよって言われたんですよ。いや、昨晩は昨晩で、私が言った昨日版っていうのはまた別の言葉なんだけどなって私は思ったから、コメントあんまり気にしてなかったんだけど、実は承認してないんですけど、すごい来てたんですよ。だから承認してないのはそれだから承認してないんじゃなくて、結構私コメント承認が間に合ってなくって溜まってて、パーって見た時にすごいそのコメントがあったから、あ、みんなこの昨日の昨に晩、夜、晩で昨晩って読む話をしてるんだと思って、私が読み間違えてると思われたみたいで、違うんですよ。私はそれを昨日晩って読んでたわけじゃなくって、それをずっと使ってたから、そういう言葉があるって私が勝手に思い込んで間違えてたのかなと思って、私友達にね確認取ったけど、確認、そんな面で電話してたじゃないよ。友達とたまたま電話してて、そうだ、私昨日晩って言ったんだけど、それおかしいって言った、使うよねとか言って、多分これ方言だ。ただ、これね、難しいのが、私、香川県出身で高松市なんですね。で、香川県ってすごい日本でもね、香川都道府県の中で一番小さい面積の地域だけど、その中でも結構その地域によってとか、同じ高松市の中でも方言が違ってたりとかするから、全部じゃないんだと思うんだけど、昨日版って結構私の地元で友達とか使ってる、昨日版さーとか言って。でも昨晩の昨晩を読み間違えてるわけじゃないですよ。これとは別個なんですよね。別個もさ、これ方言違う、私一瞬今思っちゃった、別個も方言かな。だから動画とかで話す時って、基本さ、初めての人と喋る時もほら敬語じゃないですか。だから敬語だとさ、方言があんまり出ないけど、敬語の中でも単語とかだとやっぱ方言になっちゃうことがあって、だから普段の敬語の会話の文章は方言が出にくいけど、ただ単語の方言ってあるじゃないですか。だから敬語文で話してても単語の方言は出ちゃいますよね、入り込んじゃいますよね。だから多分それだと思う。だから私昨日版は方言だと思ってなかった。昨晩を読み間違えてると思わないでください。違いますよ、これは別物です。別の単語として私は使ってます。で、ちなみに言うと、普段日常会話で、例えば初めて会う人と扱うかもしれないけど、日常で友達とか普通に喋る親とか家族とかで喋る時に、昨晩さって昨晩は逆に使わない。なんか昨晩を使う時はすごいかしこまっ
った時とか、あと文章とかで昨晩は使う。でも日常会話で昨晩って使わないな。私はかな。でも友達がさ、昨晩さとか言ってる子聞いたことないんだけど、これ地元あるある？違う？昨日晩さは使う。でも昨晩さは使わない。ねえ、この使い分けどう？で、多分これは方言だ。友達たち使ってたから。なんか方言を使うと、そんな言葉ないですよとか、変な言葉使ってますよって思われがちだけど、じゃないんだよっていうのをね、ちょっと意外とこの動画っていうか、私は視聴者さんのコメントとかで知ったりするんですけど、何だったかな、なんか私 LINE のグループで、まあいろんな友達のグループいくつもあるんですけど、その中で大学の友達とその時の先輩のグループが一個あるんですよ。そのグループでね、その二人は香川の西なんですよ。で、私は高松だから、まあ、東じゃんもない真ん中みたいな。で、地域がちょっとずれてるんですけど、そしたらね、話の中でずんやりって出てきたから、え？なんで？先輩が、そういえば最近ずんやりなんやかんやみたいな書いてて、ずんやりって何？って思って、なんか先輩用語かなって思ったんで、先輩用語でその先輩が使ってる用語なのかなって思ったら、そのもう一人の女の子に伝わってるんですよ、ちゃんとずんやりが。で、そうだよね、ずんやりなんかかんかって、その子も書いて、待って待って、ずんやりって何みたいな。待って、この世界にそんな言葉があったのか、私は今までそれ生きてきて使わなかったから、たまたま私が生きてきた人生の中でその言葉を使うきっかけと聞くきっかけがなかっただけかなとか、一瞬いろいろ考えた。一瞬のうちに。私結局ね、その二人に聞いてないんですよ。だって二人で通じ合ってるから、もうこれを普通に使う言葉なんだって思っちゃったから、でもね、私ね、友達にずんやりって知ってるって聞いたら、私地元だから、小学校とか中学校一緒だった、ももろ地元が一緒、家が近い子に聞いたらずんやり知らなかったんですよ。だから香川県内でもそのずんやりを使う地域と使わない地域があって、ずんやりでもね、その先輩とその子もちょっと離れてるんですよ。先輩は高松市に近い横の地域で、もう一人女の子はちょっと離れた本当に西の地域なんですよ。でもどっちも使ってるらしくって、伝わり合ってたから。で、私ね、父と母の実家だから、おばあちゃんおじいちゃん、父方も母方もおじいちゃんおばあちゃんの家ってあっちなんですよ、西なんですよ。だから一緒だから、私にも伝わってもおかしくないはずだけど、父と母は使ってないなと思って、なんだろう、でもずんやりって使うんかな。私その時に聞いて、あ、そんな言葉があったのかと思って、知らなかったんですけど、いや、でもこれさっきのさ、昨日晩の話もそうでさ、昨日晩を私は今まで生きてきて小中高大ずっと使ってきたけど、違和感なく喋ってたんですよ、友達と。友達も思い出せば昨日晩使ってるよなと思って、だからこれ方言です、多分。ただ香川の中でも、え、そんなの使わないような方多分いると思う、いっぱい。だってさっきみたいに地域によって全然話し方言葉変わってくるからさ、なんか意外とその前もこれ話したと思うんですけど、関東の方とかの人とか、他の完全に違う遠い地域の人って、香川、私讃岐弁なんですけど、讃岐弁で喋ると関西弁に間違われることすごい多くって、なんかやっぱり他の遠い地域から見ると関西も四国も全部同じようなイントネーションだからかちょっと聞こえるけど、でも私の香川からしたら、え、関西弁でなんかなんでやねんみたいな、だから京都だったら何々してはりますとか、なんかそういう言い方絶対香川使わないから、全然違う方言なんだなっていう感覚だけど、多分この喋りの言葉自体じゃなくて、このニュアンス、イントネーションみたいなのが多分似てるんだろうね。だから同じに聞こえるのかな。なんで、私最近気づいたことがあって、もう今更なんだけど、ずっと長年さ、8年か9年か動画やってきて、本当に今更なんだけど、イベントとかのね、映像で私が喋ってるの聞くと、うわ、めっちゃなまってるって思うんですよ。で、普段こうやって自分で喋ってたり、友達と喋ってたりすると、全然なまってるというか、その方言っぽいイントネーションの気づかないというか、私は標準語ぐらいに思ってる。標準語だよねって思ってるけど、イベントのトークのやつ、編集で聞くと、うわ、何この喋り方、私こんな喋り方、こんななまってたっけっていうか、こんな関西弁イントネーションだっけって自分で思って、はって思ったんですよ。だから意外とね、自分気づかないよね。気づかないし、方言と方言じゃないものの違いも意外と分かってない。だからそこについてごめんなさい。だから、昨日晩は昨晩を読み間違えたんではないんですよ。言いたかった。
ねえ、ごめんなさい。本当に自分の自己満だけど、ちょっと言いたかった。なんか私が読み間違えてって思ったらめっちゃ恥ずかしいなと思って。はい、ごめんなさい。勝手に言わせていただきました。多分、いろんな地域の方喋ってて、実はこれ方言だったって意外とあると思いますっていうお話です。以上、韓国のコンビニ新商品で買った生クリームたっぷりのパイと、私のメインチャンネルであった一言のお話でした。